体がでかくなっちゃいましたけど、その重たさがあってこう迫力ある映像にまあちょうどよくあったかなっていう気がしましたね。もともとあのバハムートってこういろんなファイナルファンタジーにいろんなバハムートが出てきているので、あんまりイメージを壊さずというか、まあ、丸っきり変えちゃうわけにもいかないので、まあ羽の生えた竜みたいなものっていう大前提があるわけですから、まあなんていうんですかね、ちょうどあの縄文土器とか好きでですね模様がそれで何の必然性もないんですけど、こうそういう模様を入れてみたくなってですね、まあたまたま通ったんで。もともとそのルースさんのお店っていうのはもう何でもその仕事関係なくたまたまファッション誌で見て、この服いいなっていうのがあって場所を調べて、ルースさんってもともとタトゥーのお店なので今タトゥーのデザインをしなきゃいけないんですけど、やってみませんかっていう話で。It was fun because it's a virtual world, and you know, tattooing is such a primitive practice, you know, and it's also so futuristic, you know. So of course, I mean, it was just really interesting. I think people should do it like that, you know, instead of having someone in the art department designing something, you know, they you know, and I just think that makes things a lot more rich, you know, in every sense. So maybe I'll tattoo him. I don't know. まあ、もともとそのセブンの世界観のデザインをしてきた人間なので、そこにはあんまり指示っていうのは必要なかったです。新しい物語の中にそのまあ、具体的に作中に言葉は出てないはずなんですけど、実はエッジっていう言葉が出てて、それは要は新しい街の名前だったんですけども、そのミントワルの周囲を囲むように作られた新しい街っていう設定があったんですね。ミントワルっていう街があるんですけれど、そこをやっぱり作る、でもそこはもう廃墟になってしまってる。そのミートガル自体はもう住めなくなっちゃってるから、その周辺にこう町を作って生活しているっていうプロットの方をもらいまして、でそれだったらじゃあどういうふうにこう町が出来上がっていくんだろう、でそしてこうしょんぼりしたような感じに見せないようにするにはどうしたらいいだろうと思って、新しくもう一つこう中心を作る必要があったんですよ。どっかシンボリックな、それはクラウドたちが住んでるところがその町の中心になったらちょっとやっぱ変になっちゃうんで、そことはちょっとずれた位置に前回 の, そのエンディングのところであったメテオが当たったところ、そこの記念碑っていう祝ってるわけじゃないですけど、まあ、慰霊塔みたいなそういったモニュメントをこう置いてあげて、そこを中心にして周りにこう街が配置されてるようなそういう感じに、してあげようかなと。ファイナルファンタジーシリーズの音楽を手掛けてきた植松信夫、アドベントチルドレンにおいて彼はまた新たなアプローチを試みている。もうちょっと欲しいんです。言いたいこと、もしその人に本当に言いたいことがあるんだったら、どれも同じ音楽にはならないはずですもん。映画でもそうですし、テレビでもそうですし、本当はゲームでもそうあるべきだと思う。ディレクターなりプロデューサーなり集まってるスタッフなりがこういうものを作りたいんだよっていうものがあって、そこから発生すべきだと思うんですよ。恥ずかしいことだけど、口に出して言うの恥ずかしいけど、友達、友情とか愛とか命の大切さとか、やっぱりね、そういうのをね、表現していきたかったんですよ。まあ、僕はセブンってどんな感じで作りましたかって聞いたら、その何でもありって言ったという感じだったんで、じゃあ何でもありっていう、その同じ世界観の同じその時間軸上の続編なので、その同じコンセプトでいいんじゃないでしょうかという話 で、その時に植松さんから提案が来たのが、本編自体ももうちょっとロック調に
するっていうのはどうだろうというアイデアが出て、とにかくそれまで作ったことない曲を作ろうとはいう意識はすごくありましたね。ただイントロのジャン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 っていうのは、僕は単純にジミ・ヘンドリックスのパープルヘイズをオーケストラでやったらどういう風になるんだろうかっていうのをやりたかっただけ。ロックなんだけど、シンフォニックな要素を取り入れるバンドっていうのは結構あったんですね。でそういう人たちが昔こうやっぱりバンド、例えばイエスとかエマーソン・レイク&パーマーとか、そういう人たちがオーケストラと一緒に演奏するわけですよ、一緒にライブとかでね。でももうことごとくやっぱり失敗に終わってるわけなんですね、うまくいってない。でそれがなんでうまくいかないかを自分で体験してみたかったの。で、あの曲だったら、もともと作りがオーケストラの作りでもないですし、ロックの作り方でもないんで、実験できるかなと思ったんですね。で、やってみようと。ところがね、やってね、なんで昔の人たちが失敗したかがよく分かんなかったんですよ。意外とうまくいっちゃったんで。で、そういうことかなと。つまりどういうことかというと、オーケストラでもないロックでもない音楽だったらお互いに噛み合うのかもしれないなと思って、オーケストラの音楽にロックがぶつかっていくと、ロックのままでぶつかっていくとうまくいかないんですよ。ロックの音楽にオーケストラがクラシックの意識でぶつかっていくとうまくいかないんですよ。今回はオーケストラの音楽でもロックでもないところで共演してるから、うまくいったっていうのは自分の自画自賛ですけどね。お説教だね。賛成。アドベントチルドレンには多くの魅力的なキャラクターが登場する。その登場人物たちにさらなる魅力と性の息吹を与えていったのが声優たちである。そうだよね、会いたいよね。僕たちも新たな力を、僕やっと母さんに会えたんだ。待て、ちょうど普通には言ってます。やっと母さんに会えたんだ。何が始まるんだ。入りが持つと潜めた感じで、ちょっと差し替えてもらいます。何が始まるんだ。母さんが教えてくれるさ。四年隊は何も知らないか。そうです、兄さんを隠してかったのかと。兄さんが隠してたのか。ライフストリームから生まれた力。アクションシーンがすごいんですよ。2秒で6アクションぐらいしてたりして、それでうわーっと思ったんですけど、その映像もすごいですしね、やっぱり全く手抜きがないので、もう本当に髪の毛一本、肌の質感から動きの一つ一つアクションアクションに至るのもすごいので、やっぱりこっちも負けちゃいけないじゃないですか。本来のセリフの字面からはもっとこう出してもいいんじゃないかっていうのを逆に押し殺して、それでクラウドらしさが出るとかっていう、そういうなんか本当にミリ単位な演出であったりとか、あと、全く逆をいくそのプランであったりとかっていう、なんか いちいちやってて面白かったですし、あ、なるほどなって。どういう話なのかも分からなかったし、見当がつかなかったんですけど、声優っていうその、なんていうんですかね、職業自体にはすごく興味があったんで、ぜひやらせていただきたいなっていうふうに思いました。監督からもなんかいろんな、なんていうんですかね、分かりやすく説明してもらっても、最初全然分かんなくて、けどその 4,5 時間やって、やっと3時間目ぐらいになんとなくその自分が言葉を出すことに抵抗をちょっとずつ感じなくなってきた瞬間があって、その瞬間ぐらいからなんかこう監督が言ってることとかやっと素直に聞けるようになったかなっていう。まず映像がすごい綺麗だし、一瞬なんか実写を見てるみたいな錯覚を覚えるぐらい、すごく細かいところまでなんかちゃんとできてる
すごい、まあ、とにかく見てもらわないとその良さが分からないぐらい。